そう、そこでね、パパスは手出しができなくなる。うん。見事な戦いぶり。でもこうするとどうでしょう。うわ、やめてくれ。やばいやばい、喉元に死神の鎌を当てがった。やばいやばい、マジ怖いんだけど。でもこの子供の魂は永遠に地獄にさまようことになるでしょう。やべ、人質に捕らえちまったな。調子乗んなよ、ジャミとゴンス。後で俺はぶっ殺してやる。うわ、うわ、パパスはじっと耐えている。大丈夫か？プレステ2と DS の違いがあるね、ここね。戦闘シーンにならない、ね、おい、おい、ゴンスとジャミ一生呪ってやるからな、お前ら。ジャミとゴンスぶっ倒してやるぞ、ほんと。許さんぞ、お前ら、この。バカ！随分楽しませてくれました。何言ってんだ、お前。ゲマめ。ゲマ、マジで許さん。パパス大丈夫か？レノスケ、レノスケ、気がついてるか？おい、ゲマの、おい、ゲマの顔、ココリコ田中じゃねえか、お前。顎長。実はお前の母さんはまだ生きてるはず。私に代わって母さんを。あ、そうか。勇者を探して、天空の装備を探して、なおかつ、奥さんを探してたんだ。バカ！お前、メラゾーマ！名シーンだ。名シーンすぎる。うわぁ！くっそ、めちゃくちゃ今取り払ってんだけど。いや、パパス死んでもうた。くっそ、マジ許さねえ、ゲーマー。お前、絶対ぶっ殺してやるからな。遅い出てくんのか、お前、俺。あっ、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 行きましょう。来たわ。ロウと神交代で。ベロニカ、シルビア交代。いやー、これ一旦残ってくれたら多分倒せる。一旦残ってくればと。ナイス！あー、もうこれ倒せるわ。まず、神はメタルウィング。ハグリメタル。1かよ、まあ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 。んーで、メタルギリと。ナイス。やえー、もうマルティナが一戦突きできるからさ、マルティナが殴ってほしいんだけどな。ナイス。頼む、頼む、頼む。もう一旦だけ。もう一旦だけ、頼むから。あーくっそ。おい、マルティナ先輩だぞ、マジで。早く出てくれよ、マジで。出た。絶対倒すよ、絶対倒す。これ倒したら配信終われる。終われるというか、終わる。緊張の一瞬。逃げるなよ、マジで。マジで逃げるなよ、これ。頼む。おう、嬉しい。待って、確定一戦好きみたいなのない？さすがにないか。これが当たれば OK です。頼む。なお、まあ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 。あれ、メタルギリって返しに出る？まあいいや。2、1、最高ですね。メタルギリ。メタルギリ！うる！ああ、ナイス！よっしゃー、やっと目標を完了いたしました。いやー、すごい良さそうなものが入ってそう。そして新たなモンスター、下乳お姉さん。これダメだよね。前も言ったけどさ、はい、あの YouTube 的にダメでしょ。下乳出まくってるよ、これ。うん、てかもう家でこんな下乳下乳言いたくないのに、なのにこういう格好してるからさ、モンスターがダメだって。隠れてないんだもんだって。うわ、楽しい。楽しいなぁ。イソムも戦ってくれる？あ、イソムも戦ってくれるじゃん。ナイス。じゃあ、たくさん仲間にした分、いっぱい、仲間が、ん？違う。いっぱい戦う人が増えるから、めっちゃ強い。
ちょっと待って、ちょっと待って、今アリスちゃんのツッコミ見た？アリスちゃんも、アリスちゃんのツッコミ聞きました？なんでやねん、面白すぎでしょ。いや、クソ面白いな。使う人が増えるからめちゃ強い。モンスターカジノでモンスターカジノやってるやん。ああ、人間のお客様なんて珍しい。心ゆくまでルーレットを楽しんでいくといいわ。さあ、こっちに来て。は？下乳が話しかけてきた。姉さん、出番よ。今日もやっちゃってちょうだい。姉さん？次はどんな坊やが私の餌食になりたいのかしら？ドキ！昨日の動画のアービンを生、生物？生物？あれ？あれ？成仏ってどうやって書くっけ？まあ、いいや。するところからストーリーやったことなかったよ。マジで？これから見物っすよ。そんな、まさか。マルティナやな、これ。えぐ！姫様？えげつい可愛いやんけ。あら、グレイグじゃない。あんたみたいな頭でっかちでも、こういうところに出入りするのね。頭でっかち。あんたも刺激が欲しいのね。たっぷりサービスしてあげるから、あたしと一緒に、遊びましょ。ドキ、ドキドキ。遊ぼっかな。姫様、なんとはしたない。グレイグ、あんたってほんとうんざりするほど真面目な男ね。忠実なだけなら犬でもできるわよ。これは、これに関してはドッキじゃなくてグサでしょ。合ってるもん。合ってるもん、この話。ねえ、あたしの犬にしてあげましょうか。ドキドキ。世界で一番幸せなペットにしてあげる。ありかも。泣いてるやつがいる。まさかこの声は。そこにいるのはお姉様。死んだはずじゃ。でもよく考えて、ベロニカがこんなんで泣くわけないから、こいつは違うぞ。お前誰だよ。おい、こっち来んの、お前気持ち悪い。寂しかったわ。ずっと、一人だったから。黙れ。誰だ、お前は。あのね、一つだけ、お願いがあるの。絶対、ここでくたばってほしいのって言うだろ、これ。今すぐに。ほらな、目が怖すぎるんだよこれ。クソ怖え。あんたを守ったせいで私死んじゃったでしょ。あんただけ生きてたら不公平じゃない。今すぐ死んでくれないかなって言った時の目がマジで怖かった。死んで自らの死を持って償って。待って、怖すぎる。ガチで心臓バクバクなんだけど。こうなっちゃったんだからさ。これさ、黒目とさ、真ん中の青の目が小さくなってさ、目見開いて言ってんのがマジで怖い。真の姿を現せよ、お前。真の姿を現せ。